4K、8K テレビ放送は、現行の高精細度テレビジョン放送や 720p に比べ、映像、動画の解像度が高い映像 4K や 8K のスーパーハイビジョンで行われる、日本の放送の通称。4K 放送 BS チャンネルの一例、NHKBS4K のロゴ。2013年に次世代放送推進フォーラムが、設立され試験放送を行った。 2016年4月1日には NEXTVF とデジタル放送推進協会が合併し放送サービス高度化推進協会が発足。2018年12月1日からは BS で本格的に家庭向け 4K、8K 放送が開始された。映像の解像度を SDTV 構成祭度超高精祭と分類した場合、ドトブで行われる放送に該当する。 これを略して UHD と呼ばれることも多い。H265 で圧縮された映像を地上波、衛星、ケーブルテレビ、IP 放送、ビデオ,オンデマンドなどで伝送する放送サービスが実施、計画されている。日本放送協会は 4K、8K をスーパーハイビジョンとして実用化を進めている。日本は2014年6月からスカパー。 プレミアムサービスにおいて 4K テレビ放送のチャンネル、4K が開始された。日本国内における現行のテレビジョン、放送方式である ISDB では、BS、CS 放送で 4K、8K 放送を行うため、2016年に A-Pub と NHK の共同で実験放送が開始された。そして2018年12月1日の10時に、 NHK の BS4K 並びに BS 日テレを除く民放キー局系列の BS 放送各社で一斉に 4K 放送が NHK では BS8K として 8K 放送の実用放送が開始された2018年以前の放送と区別するため新 4K8K 衛星放送の名称を用いている地上波では2018年に 4K 実験放送が開始された 関東行域期では10月31日に、旧地上デジタル放送放送大学のチャンネル 28CH を使用して、東海行域期では11月20日に、旧地上アナログ放送中京テレビのチャンネル 35CH を利用して放送されている。本放送に向けては空いている、周波数がないため、リパックするか、現行放送に多重する方式として、水平垂直。 変化による多重と階層分割多重が検討されている。NHK 放送技術研究所による 8K 生放送の公開実験日本国内で実施されている 4K8K 放送と今後予定されている 4K8K 放送。4K 度と部は 2K の4倍である。歴史 8K 度と部は 2K の16倍である。スーパーハイビジョンでは6 0ルツに加え1 2 0ルツの フレームレートを目標にしている。歴史、ありがとうございます。